The person who says the stupid things in the video is either the president of Brand Buyers or just an idiot. Good kids, shitty kids, and adults who are mentally young. Please don't try to imitate it. こんにちは、ブランドバイ社長です。フレートランド響きです。引き続きバンティとなります、はい、と。2日連続でございますね、はい。サウンドガーデン、レイジアゲンストザマシーン、ロブゾンビ、ツェッペリン、ストーンズ、ツェッペリン、リンキンパーク、レイジ、グリーンデイ。はい、ちょっとすみません、バンドが若干飛んじゃってますけど、はい、はい、大丈夫です、すみません、そんなことはそんなセットリストで行こうと思ってますけども、はい、まあ、なかなかこの辺のバンドっていうのはまあもう本当買えなくなってきております。まあ、お金出しは買えるんだけどって言ったのが2023年、うん、2024年はもう本当買えない、うん、じゃあ次新しいどんなトレンドが出るのかなとも思うんですけども、はい、やっぱりね、海外のトレンド感と日本で実際例えば受けがいいっていうか、はい、かっこいい T シャツでまた違うから、うん、そうですね、まあ、まずはヴィンテージ T シャツをね、集めてみようないし今買っていただいている方々はこの辺はまあ抑えといた方が本当にいいかなと思います、はい、ということで最後までご視聴よろしくお願いします。いってみましょう。これはいいじゃないですか。しかもヘインズボディでウィンターランドのロックなんだっけこれエクスプレス、はいはい、っていうねコピーライトも入ってるんですよこっちに、うん、でこっちに、コピーライトサウンドガールと、うん、で後ろをバッドモーターフィンガー、そうですね、でここもバッドモーターフィンガー、あほんまやそこ見てなかった、すごいですよ、うん、僕のだから怪力って入ってるところですねこれ、そうですね、右ですね、はい、まあ、後ろがこれまたねこのグリーンのグラデーション暗く明るく、うん、フロントは赤でパキッとサウンドがあって、そうですね、でこれねちょっとね映像じゃ分かりにくいと思うんですけど、ね、こうヘインズボディ特に歪みで、ね、ちょっと味がかってるんですねこれ、うん、そうですね、ちょっとだけこれやっぱりヴィンテージの醍醐味かと思います。袖シングルの裾シングル、しかもサイズが XL、 これ以上何が必要か、うん、まあいい T シャツですね本当。すごくね、うん、サウンドガーデンの T シャツ日本が安すぎる、なんかあんまり見かけない割に、でも僕も最初の方はそうでした、うん、そのサウンドガーデンって知ってたんですけど、うん、やっぱそのニルバーナメタリカとかに比べるとその知名度がと思ってたんですけど、うん、全くそんなことはなかったし、まあ、結構何年も前の話ですけど、ね、はいはい、サウンドガーデンはねいい T シャツですよ、言っといてそんなにと思います、うん、お願いします。レイジ、はい、レイジのカラーティーですね、はい、まあ、僕らはあの著名人シリーズとか偉大な人シリーズを撮ってますけど、レイジは結構そうですね、はい、これあの、まあ、デザインいいんですけど、うん、やっぱ色がこの色はねないんですよ、バンド T シャツしててもなかなかね、やっぱり少ないですよね、僕がパッと思いつくだけで、うん、これとあとサンドガーデン の三輪車のやつだけなんですよ、うん、今んとこパッと思いつくのって、うん、だからやっぱりヴィンテージ T シャツある程度集めてはる方とかでこの辺のね T シャツ評価高いんですけど、デザインももちろんだけどやっぱ色としての評価っていうのもあるみたいです。バックプリのこの感じかっこよない、ちょっとねあの歪んでるっていうか真ん中がめっちゃかっこよないこれ、ね、めっちゃかっこいいこれで色合わせた、まあ、グリーンとかライムみたいな色のちょっとねビビってのが多いんですね、うん、でこのちょっとバカみたいな本当レイジャーガンスのマシンね、まあ、これがいいじゃない、全然的にちょっと配った感じのあれそんなような、はい、一着です。お願いします。次ローブ、常に店頭にあるようにしてますが、はい、どうやら L サイズが店頭ならないしオンラインに並んでなかったらしいので、はい、L サイズ追加しておきます。100%、はい、マザーファッカーでございます。はい、まあサイズ感がねこれ多分すごくいいのよ。ね、いい L、うん、ボディも程よくフェード抜けて、まあバックリですよ。パッとね。パッドで身幅が55、着丈が69、うん、最高、はい、だからやっぱどんどんねトレンド感がちっちゃくというかあのぴったりに寄ってきてるんで、うん、そういう中ではこの辺のサイズ感が該当する方っていうのは非常に多いと思いますんで、はいはい、ぜひともお願いします、はい、次響きが大好きツェッペリンなんで、あの Y2K なんでお値段お安いです、それがいいんですけど、ね、響きに語ってもらいましょう。これはね、フロントプリントこのあ、まあ、タイトルハーミットってオンラインは入れてるんですけども、うん、有名なんでうちでも販売るしいろんなところで見たことあると思いますが、うん、これはバックプリントがまあ入ってるんですね。で、両面プリントもあるんだと思う方多いと思うんですけど、何気このバックプリントありのこのボックスシルエットのこれは見つからないと思います、うん、探してみていただきたい。実際案外ねバックプリねえなありそうです、そうなんです、ない、うん、
で、まあこれヘインズ2枚タグついてるんですけど、ボディとしても非常にまあいいボディとか、うちは結構メインで取り扱ってる、まあ、年代のものになってくるし、まあありそうで実はないっていうところが一番まあなんていうんですかね、推しポイントではありますね。この肩の落ち方とか、うん、サイズバランスも非常に、まあ、90年代のねこのデザインになればこれの倍以上は確実にするので、ただプリント等とは言うことなし、ただただ何が違うかって2000ちょい過ぎぐらいに作られた T シャツということは、まあガンガン着る上で春夏、うん、特にまあ T シャツガンガン着る時期に入ってくるので、うん、はい、ちょっと90年代のは気使ってそんな激しく着られへんわとか、うん、そういうことには非常におすすめしたい一着です。いいと思うよ。あとこれちなみにこのハーミットのデザイン 80s になった瞬間このサイズ感はなくなりますんで、うん、結局そういう部分でもこのあたりっていうのが僕は本当一番いいんじゃないかなって本当に思ってるので、コスパがいい、うん、はい、よろしくお願いします。僕もこれちなみに持ってたっすね、それ着てたね。あの僕のやつでも後ろなかったんですよ、うん、結局見つけられなかったから。ローリングストーンズ、はい、ブードゥーラウンジブロッカムの L なんですが、はい、バックプリントがトリコロールなんですが、トリコロールからでは通常ございません。なぜならこれは協賛リーバイスだからです。画像アップされてると思います。はい、まあフォルクスワーゲンが、ローリングストーンズと多いイメージですけども、ああ確かに、あとバドワイザーか、うん、もあります、ね、リーバイスは結構珍しいですよ、はい、で大体協賛が入ると結構大きくデザイン変わっちゃうんですけども、うん、イラスト自体がね、はいはい、ローリングストーンズももちろんオフィシャルですよ、はい、ブードゥーラウンジでバックのこう色を、ね、トリコロールカラーに変える、まあ、リーバイスをこう彷彿させるね、うん、小粋でいいんじゃないでしょうか。ジャストサイズで着てください。コンディションいいですし、シングルダブル年代整合性も取れております。大体94年ぐらいから裾がダブルに変わる、しかもブロッカムに関しては他社に比べてダブルステッチが採用されるのが早いイメージです、うん、はい、お願いします。次もツェッペリンなんで、いやこれもだからいいですね。前多分これ僕一人の時ですかね、うん、確か紹介したと思うんですけど、地球とグアン君やろ、そうですね、うん、レッドツェッペリンの中ではもう本当定番になりつつあるまあデザインなんですよ、フロント。ただ、まあ、そのこれで後ろが例えばツアー系とかそういう風なとか同じようなグラフィックの例えばちょっとデザイン違いで色変えてとかっていうのもあるんですけど、これは後ろにね先ほど僕がいいじゃないですかって言ったハーミットがいるっていう、これがなんかいい、1枚で2度おいし、しかもそのハーミットがこうグレーで描かれてるから、うん、パッと見何みたいな、そうこっちに目が行くからやっぱりいいんですよね。豪華だよね、普通にこの文字だけを真ん中ドーンって入れるの、はい、あえてここのそうです、ね、ずらしてこっちに入れるって感じもいけてるなと思います、うん、非常にかっこいい、いいとこ取りですね本当、はい、これは、はい、ので最高です、お願いします。はい、もう値段爆上がり中、リンキンパークメテオラ2004です、はい、しかもバックプリントがかっこいい、まあ、これはなんかこれこのデザイン結構多いけどフロントプリントが、はい、よく見るやつで大きい気がするのよ。まあだからこれはサイズが 2XL だからじゃないですか、もしかしたら。そうなんかな、なんかその変える、え XL と 2XL と変えてんじゃないですか、なんかその 2XL とあんま数ないじゃないですか、まあ、だからもしかしたらそこだけ、でバックプリントもすごい、うん、もうこれはね、もう人気ありますんで、あの欲しい方も多いと思いますから、はいはい、まあ、でもやっぱり毎回出すたんびに、あの申し訳ないですけど値段がちょっとずつ上がっていっちゃった、仕入れ値がめっちゃ高くなって、まあ、デザインなんで、うん、ただやっぱりリンキンってあんまりないんで、あのもしね欲しいのが例えば買えそうだったりとか、それこそオンラインあったりとかってなったら早めにあの買っていただくことをお勧めしたいと、お願いいたします。はいはい、レイジです、はい、まあ、定番の左胸プリントのバックメンバーですね、はい、これって俺でもレイジの T シャツの中でもかなり着やすいんじゃないかって思ってるのと、うん、響きが大好きなジャイアントのこの年代の、ああ、まあ、プリントの、ね、タグですね、うん、これちょっとボディについて語ってくださいこのジャイアント あのプリントタグっていうのは、僕の体感では色抜けの仕方が綺麗で早い、ユーロが綺麗で早いって前言ってたと思うんですけど、確かにその1位は僕変わってないんですよ、うん、やっぱりユーロはその辺いいなと思うけど、アメモンってなった時にやっぱりあの色落ちにくいのが多いと思うんですね。っていう中でもこのジャイアント あのプリントのやつは全体的に綺麗に抜けるし、多分 1,2 年がっつりっていうか、その結構着てもらったら体感できるくらいやっぱ変わってくる印象ですね。楽しいと思いますよ。あーなるほどね、はい、サイズ感めっちゃいい、うん、これいいですね。2幅62の着丈71、はい、完璧、素晴らしいですね。シンプルだから、うん、響きがやったら1年2年ガンガン着るにもちょうどいいと思います、うん、ガンガン着てほしいですね。インナーに使えますね、シャツの中に着たら無地やから。そうなんですよね、うん、なんだね、登板回数が増えるやつ、これかっこいいよ、はい、で、まあ、例えばアクセサリーね、僕みたいなごついアクセサリーつけていただいてもこのデザインと喧嘩しないし、うん、すげえかっこいいと思います。シンプルな黒のスリムなパンツに合わせてどうぞ、はい、まあノーマンとかね、あでも全然、はい、いいと思います、はい、お願いします。
はい、ラストグリーンデー、まあ、フロントプリントは、まあ、グリーンデーやなって感じ。ただ問題はバックです、はい、これお買い取りやったね俺ね。お見せする前にこれもう僕正直なね流れ、お買い取りの時にパッと見て、うん、あグリーンデー、あ珍しいなと思って、うん、でまあ、あのこの全体モノクロのとこに文字だけ緑の感じとかこの字体とか、うん、あグリーンデーっぽいいいなで終わってたんですけど、うん、やっぱバックプリント見ていやこれはめちゃくちゃいいな、絶対お買い取りさせていただきたいなと。電話かってきたもん、思ったね。どうします、うん、できるだけこれは行こう、出したかったです、お買い取り金額もっていうバックプリントです。はい、はい、かわいい。これはね、これはね素晴らしいですよこれは本当に、うん、タグがおそらくスクリーンスターズですね。エクセル、エクセルですね。完璧でございます、はい、これはいい。シングル、シングルサイズ感も絶対やるわ。あとねこれ背面、まあ身幅60の、はい、着丈74.5、うん、いいですね、いいですサイズですね。これだからお願いします。もう、はい、もうラストですけど、うん、これ1枚しか僕ら持ってない、うん、これはね本当にあのいろんな方が着ていただけると思うんですよ、うん、そのバンド例えば怖いとか、うん、マンソン怖いとか、うん、お子さんいらっしゃる方とか30怖いみたいに言うなだけどやっぱこの後ろのこのバックプリントが全てをねこうなんかマイルドにしてくれてるし、ね、最高です。いいと思いますよ。はい、ということで本日も9着ご紹介させていただきました。なかなか見どころある9枚だったんじゃないでしょうか。本日夕方6時から店頭にてご試食日ご購入が可能、夜9時から鍵が要らオンラインストアにてお買い求めいただけます。以上で、はい、ということで、まあもうこの動画公開されている頃にはちょっとポカポカね、知らせることだと思いますので、はい、もうあの争奪戦になる前に、まあグレートランドの T シャツある争奪戦ではございますけども、今年はさらに2023年より争奪戦になっていくだろうと予想しております。結構それの理由はいろいろあります。はい、ということでお早めにどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤー社長とグレートランド響きでした。バイ。